やっほーい、いらっしゃいませ。おはようございます、ゆきさん。いらっしゃい。200円の本だったゆきさん、イエーイ、いらっしゃい。白くまさん、山口さん、ひーくん、いらっしゃい。お稽古です。ガオー、皆さんこんにちは、おはようございます、いらっしゃい。今日はお稽古です。あ、全然でも顔出しするね、顔出しするわ。ちょっと待って、顔出しやろうと思ってたんです。でもだから顔出しはするよ。おしゃれなじま、ピエピエ。台風ね、中止しんる、中止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 しますか。仕事できるならしましょう。本当に中止。23日お話し会よろしくお願いします。楽しみ。なんでこんなにめっちゃ下アングル。台風にお気をつけましょう皆さん。大間近さん、こんにちは。お忍びデートしたいですって。高木さん、よろしい。筋トレラ顔出た。顔出た。顔見れた。ね、優しいな、そんだけ盛り上がってくれはる。嬉しいわ、ほんま。風が強いですか？なんだって？ここはどうかしら。まだ外に出ていないのでわからないんですが。まいちゃん、ロゲンボーナスないしょ。顔。ガオーみたいに言ってる？ひょっとして。ひょっとして。寝起きの顔してる。まあ寝起きなんだけど。ロゲンボーナスね、まいちゃんありがとうね。今日も暑そう。やだ、低いな、なんかね、なんか低い、この俺が低い、なんか低いから手のであげる。ティッシュペーパーとかで。二カメ大味方付き合ってるって言った。言ってない、言ってみたい何の話してんねん。猛暑応えるね、白熊さんはね。これから返信しますよ。返信返信。よいしょ。ゆきまさん、いらっしゃい。仕事中。キャンチクルさん、ファンレバップ、どうしよう。明日から休みなん？いいな。やったね。これお、たまちゃん、お星さまキラ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 。ありがとう、たまちゃん。嬉しみるさん、なべちゃん、やちくさん、キムさん、いらっしゃい。え、緊張してますか、ゆうさん。ゆうさん、緊張しないでしょ。ゆうさんも余裕でしょ。話し方、もうちょっとあるんだね、みんな。急いでくださいね。
ポン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 、お肌ポンポンポン、余裕です。玉ねぎさんも余裕らしい。玉ねぎさんは余裕ですよ、そりゃそりゃ余裕ですよ。お話し会行こうかな、どうしようかなって悩んでる方いらっしゃいませんか。チャンスだよ、アメチンとお話ぐらいつけない。アメチンとお話もまだでも緊張するんですね。私なんかよりいっぱい喋ってるじゃないですかね。やっぱ数じゃないですよね、緊張しちゃうのは。愛の大きさかなんかですか。キャッ、三角座りしないと落ち着かんから三角座りするな。三角座りしないと落ち着かないんです私。今日は音楽なしですが大丈夫？ラジオじゃないから大丈夫か。キンちゃんいらっしゃい。緊張するのは愛の大きさ、深いね。深いです。でも絶対そうだよね。ナーズ。ゆっくり寝た。まだまだ寝れるけどな。二人とも綺麗なので緊張しましたって可愛い。しゅうともさんおはようございます。嬉しい。綺麗だからじゃない、綺麗とかじゃない、愛だよ愛。キャ、深いから2回言っといた。だってさ、例えばさ、なんちゃらの試験とかさ受けるときもさ、例えば高校やったらその高校への入りたいっていう愛があるから緊張するわけじゃない。だってその人物対象物に対しての気持ち愛があるから緊張する。どうでもいいのは緊張しやんやん。だってね、ナーズ嬉しい。めっちゃいい。ナーズほんまにいい。何、あずみゆっくりすがさん。ゆっくり過ごしちゃおうぜ。いずみさんお疲れ様です。お疲れ様です。近くのスーパーちゃうな、カフェ、カフェが11時までモーニングやってて、モーニングの方が安いからモーニングでランチ行こうと思って、ややこしいな、モーニングの時間帯でランチ行こうと思って。こちらこそしんちゃん本当にありがとう。スケジュールまでは自分をよく見せたいから、いつもより感覚変わって緊張になる。だって好きな人いるの、やんちくらさんも。誰かお好きになることなんて私わからなくてさ、嘘か本当か知り得ない。なな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 、なアイドルって曲、夏風邪全然治らない。大丈夫みずむさん、やだ。あ、いつも私ブランチなんですよ、いつも朝昼兼用、いつも朝ごはんみたいなのはほんまに早起きした時しか食べん。あとはマジ今日頑張らなみたいな時だけ。
まあお昼みたいな時間11時とかに食べて3時とかにおやつって言ってなんか食べる時もある。だから言ったら朝昼のリズムではあるんかもしらんけど、できなできな。ツイッター悩みで制約、いやまだまだできるでしょでしょ、アフヌーンですね逆にね。え、牛丼安いんや。いや寝ましょう。リズムさん、リズムさん寝なくちゃ。お仕事は休みなんですか今日は。休みならよかったね。みんなクーラーやら急な温度の変化で体調壊しがちな時期やから。無理しちゃダメだよ本当に。無理は禁物ですからね何事も。無理しすぎるとやっぱりストレスにもなるし、治るもんも治らんしね。今日と明日休み、それまでずっと仕事です。やば、お疲れ様です本当に本当にありがとうございます。うぬさんこんにちは。ね、かわいそうすぎる。水野さん、いっぱい仕事していっぱい遊んで適度に休むっていうのが一番ねいいんやろうけど ね。モーニングよりか朝ラーラーメン、朝マック。おお、お昼から病院やって。結構でもピカピカ、もうお外はいい天気だから暑いよね。太陽がすごい感じてる。太陽を出してる。嫌になっちゃう。別にね、まあ天気が悪いよりはいい方がいいので、悪いと大きい傘持って歩かなあかんじゃん。無駄に荷物が多くなるのも嫌なんですよね、傘を持って。だから日傘とかも本当は苦手で、なんで雨降ってないのに荷物多くなんねんって思っちゃうタイプ。まあでも最近はちょっとね気を使って、そして暑さもねやっぱ軽減されるので日傘持ち歩くようにはしてるんやけど、でもやっぱりね、あと急な夕立とかにも日傘探しとこうってなるからいいんですけど。無理をするだけで、あ、高値かな。あ、ジーズがテクテク中。暑いっすよお外は。嫌になっちゃうぜ言うて。しゃあないですね夏だもの。タメリさん、お星様キラキラありがとうございます。コビットなんだかんだ早くてるけど、そうだよコビットなかなか結構来てるんで今ね、気をつけてください皆さん、ね、私もライリちゃんやって歌ってる。おっくんがではずっとマスクをしてるんですよ私、というか私たち、ずっとマスクしてて稽古場で、だからめっちゃ逆に熱中症が危ない。482時やった。熱中症が危ないですね、コロナで中止みたいなのは嫌なのでみんなマスクなんですけど、でもこの時期やから、まあ、マスクしてて絶対に防げるかって言ったらそうじゃないから一概には言えないけど、まあまあまあちょっとは減るじゃないですか。
で、ね、完璧っていうわけではなく、マスクをすることによって暑さが本当にわからないから、熱中症が、ね、第9が来た時に認識されたみたい。9波か、ひらがなでわけわからんかった今。確かにね、どこに対しても確かにかわからんけどね。そうなので、なんかマスクしてると余計、まあ、蒸されるっていうのも蒸されるし、あと自分が喉乾いてるかどうかが分かりにくいらしいですね。気づかないみたいな。そう、大変だよね、マスクして結構。病院内はマスクしなあかんからね、一応まだね。私も私生活仕事もね、普段はマスクしてないんですけど、稽古中は今回、まあ稽古中なんやろ、マスク取る団体もあれば取らない団体もあるから、それは団体によりけりやとは思うんですけど、今の団体はマスクする団体なので、ちゃんとマスクみんなしてお稽古してます。みんなスタッフさんも含めて、うん、なのでね、なんだろう、そういった無マスクの心配みたいなのはないけど、熱中症の心配が増えてるなと思ってる。仕事でマスクしてて1日5回くらいかで、うわやばい、しんちゃん。だってまあね、いろんな人と会うもんね、しんちゃんはね。子供ちゃん、よしかなちゃんこんにちは、ディスタンスさん、どもちゃんいらっしゃい。変わってなくても読む方がいい。そう、本当にそう。で、高校野球坊主の生徒がいない、どういうこと。高校野球といえば坊主では、時代が変わってるということ。まあ別に坊主じゃなくてもいいんですけど、坊主じゃない方がかっこいいと思うけど、高校生はね、青春だ。飲むドリンクといえばアイスコーヒー、麦茶、アイスティー、ポカリスエット、水。私は絶対水なんですけど、でもなんか夏といえばポカリスエットみたいな、なんか風潮ありますけどね。25時ありがとう。マスク外さない、あ、ずっとマスクしてあるんや、ただゆきさんも。仕事行ってらっしゃい、ともねぎさん、ありがとう。お稽古また頑張ります。あ、坊主にしない学校増えてるっていいね。なんかそういう髪型で取り締まるみたいな、あんま好きじゃないから、うん、いいと思う、自由で。本当にか、本当に規則で、なんかそのスポーツはこうでなきゃいけないみたいな、スポーツの中の規則で決まってるならいいけど、学校内ルールほどしょうもないもんってないじゃん。世間ではいいのに、なぜこの学校だけではみたいなのがさ、めんどくさいなーって私は思うから。無音？無音なの？ボス頭のイメージはあるけどね。いやほんまにこの暑さでマスクはやばい。外とかマジやばい。できるだけ移動中は外すようにはしてるけど。ワン君こんにちは。ボスにして勝てるなら苦労しないよな。本当それな。本当それだよな。ボスでは本当に自衛隊と自衛隊しないとイメージだった。髪型に気を取られないようにして、君がボタン頭だけ一人で来る。なるほどね。なんか別に髪型にこだわるのもさ、なんか楽しいやん。一個のおしゃれ方法で自分をこうなんか見つめ直すきっかけというか。マスクの匂いがすごい。うわ、汗がやばいな。ナーズミネ本当にいい、マジでいい、強い、最高です。
自衛隊員もね、そうしようと、あのみんなショートカットみたいなのはそうやけど、じゃあね、気になると静かにありがとう。じゃあね、しんちゃんがちらっと言ってたから、いやそれいいよなって、私は相乗りしただけなので、しんちゃんセンスなのよほとんど。え、大丈夫、しんちゃんいたいた、どうぞ。不在。いなくなるっていうね、画面の中から。ヘアアイロンをするために移動しました。ね、髪の毛私さ、が染めた方がいいんか、どうなってるのかわからない。いい色してる今。迷ってる。染め直すかどうか。ゆずみ最高。イエーイ。しんちゃん最高。一日乗り切れるやって。最高最高。めっちゃいい色してる。本当？しんちゃんがそう言うならいいか。しんちゃんがそう言うならじゃあいっか。プリンも、プリンまで行ってないけど、若干生え際黒いなぐらいからまだ我慢できるんですけど、なんかね、舞台立つし、どこまでどうしようかなと思ってて悩んでる。もう一回美容院行くか、このまま出るか、ギリギリに行くかとか、色変えるかみたいな、迷っておるぞ。さやかさん雰囲気変わったんですか。そうなん、時間の土見て一人寂しく仕事してたから。そっか、この時間見れなかったもんね。確かにしんちゃん忙しい時はお仕事でね。しんちゃん東京来てくれんの、ほんで東京で会えるんやったら確かにもっと嬉しいのにね。夏はまあ明るくしたくなるんですよね、きっとね、そういう季節。そういう季節。ガルメのランク、スペイン人の雰囲気に変えてみては。スペイン人も顔やからな、顔がちゃうからな、髪型とかじゃないからな。よいしょ。どうや、え、実はこの時間今日見られへん。あー、そっか、東京特許だよ、ガブちゃんの許可。東京、東京だよ東京。しんちゃん東京来てくれるんかな、ワク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 。ドミニカの人髪型も特徴ありすぎる。ドミニカの人？
こんにちは。くじこくん。行くならハンガーと紐をお届けする。ハンガーと紐持ってきてくれるのめちゃめちゃおもろいけどな。めっちゃおもろいけど。いいよいいよ全然でもそんな。なくてもまだ生きていけれるレベルのやつやからな。なんとか朝起きたら乾いてたし、ハンガー置きのものも。しんちゃん本体が来てくれたらそれで嬉しい。え、14もおそでなん？もうあれやん、東京来る運命のシフトやん。ドミニカ共和国久々に耳にした？眠いね、グリコ君。眠いね。楽っていけるなら大阪でお留守番。え、ハンガーと紐を届けるためだけに来てくれるってこと？それはじゃあいるわって言うで。しんちゃんのパワーがいるんよね。でも私しんちゃんに会って元気を出すパワーのあれがいる。ジャッキーさんこんにちは。まあね、お盆なんでね、無理はせずやけど、お盆休みお暇やねん、お仕事ないねんって方はね、あとちょっとだけね対面あるんでね、来てほしいなと思いますね。まあ、私だけじゃなくファンの人でこう集まってお話ししてみたいなのも絶対楽しいし、みんなで集まっててほしいななんて思ってるよ私は。そういう方。ドクポもなくなって、お盆何も、何もないよ。だって来るしかない、しんちゃん。ハンガー持ってっておもろい。ハンガー持ってくるしかない、しんちゃん。これはタイメンもあとちょっとで売り切れなんでね。皆さんが待ってくれてるから、本当に来てくれんの？おやすみ、めちゃくちゃ行く。あ、お台場？お土産買うのに2時間、やば。スノースノーさん、こんにちは。そう、お盆、4ヶ月で今年、恐ろしいな。センさん、こんにちは。ハンガーのために東京行くしかない。ハンガーのためっていうのがなんかめっちゃおもろい。ハンガーとはってなる、周りからしたら。何の話？って。あ、お部屋どこ、いかがでした？ゆっくり休んでられましたか？睡眠は取れました。ギリギリまであの台本は読んでたんで、なんかもっと寝れるのになとは思う時間までしか寝れなかったけど、でも一応ちゃんと寝れたのは寝れたんでよかったです。なんか寝つき悪いわここみたいなんではなかったので、よかった、ありがとうございます。そうなんやんちゃくれさん、今日も美しい、ありがとう。激もそう、いや絶対10月まで暑いですよ。ハンガー、塩味感試しがなくてハンガーみたい。まちやくさんこんにちは。いや、ここでね、最後までね無事に過ごせたらいいなって私は思ってるんですけどね、大丈夫かなこのホテルで。無事私は東京生活を終えられるのでしょうかって感じ。終えたい、うまいことこう東京生活をこのホテルで。待てばいいのにね。ホテルと仲良くする、ホテルと仲良くする。これなんかもう通せずに、
関西で過ごす。あ、そうなんや、奥君は。暑いですから無理はしない方がいいのは確かです。無理してどっか行くのは危ない。自分が行きたいところがあってね、行くぞってなってたら行ってほしい。あ、9フェス行くけどやけどってエミカに会いに行く。え、蹴るの？いいの？しんちゃん9期のフェス言うとったやん。ほんまやん、言うとったやん。みえちゃんおはよう、休憩時間だよ、いらっしゃい。休憩時間だよ。モーニング中、ランチ行けるかな。行ける行ける、11時までなのよ。45分に着けばいいかなと思ってる。仕事戻るよ、行ってらっしゃい。よかったよ。いしょ。今日の目標はまずモーニング、ランチモーニング。詰めば都とも言いますしね。どういうことでしたっけそれ。詰めば都。聞いたことある？聞いたことある。やばい、バグがバレちゃう。もうみんな気づいてるかも。今カレンダー見て思った。エミカレンダーに行く。嬉しい。イエーイ。やったん、しんちゃんが会いに来てくれるの嬉しい。飛んで喜んでしまった。恥ずかしい、お見苦しい姿を。すみません、飛んでしまいまして、すみません。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと髪の毛ワックスなど塗りたくりましたので、一瞬手洗ってくる。皆さんちょっとだけ待っとって。蛇口ひねったら水出てくるとこじゃなくて温度のとこやって、ブワンって温度上がっちゃった。あ、落ちてなった。50カウントありがとうございます。ノーズノーさん、ターボオーラーシーリングタッチさん、エコさん、おはようございます。おいしさの若い時と違ってみんな大人になったわ。急にコウさん、しんちゃん、あ、間違え、コウさんこんにちは。え、やった、しんちゃん待ってるよ。私ワク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 、結婚発表多いんだな今ね。加藤さんこんにちは。お水忘れずに、お水は絶対飲まないと、ほんまに熱中症になっちゃうよね。ただ私水が2リットルのあれしかないから、買いに行かんとあかん、500のペットボトルを。これしかなくて、あれ飲んでんのよ。あれ飲んで、ドキ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 。さんこんにちは。今日2リットル抱えて帰ってきた。怒んない、口コク人によるんじゃない。こんにちは。もう水なんてすぐ飲むからさ、
今日も買いに行かんとあかんと思っているよ私は。毎日2リットル抱えて帰ってこなあかんと思う。水中毒お気をつけて。水中毒飲みすぎってことですかそれは。ロコヤマのセンニさんいらっしゃい。嘘、日焼け止め同じ。グッドモーニング、グッドモーニング。カズさんいらっしゃい。消費めっちゃ早いでもサラサラやし塗りやすいっていう。600ペットボトルいいよね。お茶とかそんなんよね。お茶じゃん。でもお水がいいからね。お水のやつ見つけれたらって感じ。筋トレ2リットルくらいならまだ。2リットル2本とかはちょっとね。麦茶とかはね600だよね。600。あー香水軟水事情。私香水やからな。スペインでずっと嬉しい。同じジェムがない。いや梅の天然水なんかあるんやん。普通の水がいい。うせ、乗せて乗せて。あ、ミネラル塩分が不足するらしい。なるほどなるほどね。そういうことか。ちゃんといろいろバランスよくみたいな。ほんとね、好きやったな。昔好きやった。私も昔だ。今は確かにあんまり飲んでない。昔つぶみも好きやった。知ってる？つぶみ。モーニングランチ行けそう。あ、そうだよ、やんちゃくです。よいしょ。1時間で2リットルも一気に飲んでせいか、ミネラル不足も。やば。Yeah, I'm feeling well. I could sleep more. As always.じゃん、台本だよ。今日はね、めちゃめちゃ荷物少なく行ってやろうと思ってるんですよ私少ない荷物で。いや、ファイルってどっかに売ってるかな。梅干しいいよね。確かに梅干し1時間で。いや本当に良かった。しんちゃん嬉しい。あ、始めた。いらっしゃいです。優しい悪魔じゅんじゅんさん、こんにちは、ね、梅ソルティ天然水ちょっと探そう。梅ソルティ聞いたことないもんな。クリアファイル、クリアファイル、まあ、クリアじゃなくてもいいねんけど。安くで売ってるのどこ。無印とか。パイナップル押してるスーパーで。そうなの。パイナップル、パイナポー、うん、スポドリはね糖分すごいもんね。100均、100均でクリア入るかったらさ、あれかな、なんか5枚ぐらいついてきそうじゃない。いや、プレイシアルプレイ。そうなんや、チクレさん麦茶飲んでるかげ。ナイス。台湾さんのがやってるの。ああ、そうなんや。ナミちゃんパンレビアップありがとう。梅干し落ちた。これあの火がさ、干し梅。あー聞いたことある。あ、脱水症状。甘いとこ美味しいと感じたら脱水症状。まずいって思ったらいいってこと。逆に10枚入りとかか。1枚でいいの。ハンガーとたまに送る
やば、1枚でいい。全然でもほんまに今すぐでも全然買えるのよ全然今すぐ買えちゃうんだけど、ファイルは欲しいんだけど。まず100均で3枚入りクリアファイル、カードポケットと、お、すごい。あ、もっとアイドルなんですけど、今はあれなんです、ダイソーで1枚って売ってるの。ダイソーで1枚で100円は高いわ、ごめん高ない、賑やかだね、思った、賑やかだね。賑やかっぴだね。やだね、高い。しっかりしたやつ、キャラもの、キャラものならまあわかるか。百均見つけたら行ってみよう。使用料など。猫飼ってる猫とか、猫飼ってる猫、あ、いいじゃん、私も朝ごはん食べに行こう。そろそろ終わろうじゃそろそろ終わりましょう。ではでは皆様、ランキング読んで終わります。朝ごはん食べながら配信できそうやったらやるね、カフェの雰囲気で誰かと喋ってるの楽しいから。サンリオあるあるやね、確かに。じゃあランキングを読みます、いきます。13位コウくん、12位カッコカリさん、11位オくん、10位コウキチさん、9位ミヤちゃん、8位ウカメンのハコイさん、7位タカさん、6位ナベちゃん、5位ヤンチャクルさん、4位タダユキさん、3位シンちゃん、2位タマちゃん、玉ねぎさん、そして1位はタマちゃんでした。ありがとうございました、イエーイ、ありがとう。じゃあご飯食べながらできそうやったら戻ってきます、夜も配信します行ってきます、イエーイ。